本日2024年5月の25日土曜日です。証拠にもなくまた高町の古民家公民館にやってまいりました。これね、パンダモドキさんの可愛らしい車でしょう。で、リニューアルしたこちら古民家公民館の入り口でございます。おお、あ、すごい、めっちゃ変わってるやん。すごいやん。なんとめちゃくちゃ綺麗になってる。こんにちは。いや、めっちゃ綺麗になってますやん。ほぼ完成ですかこれ。ほぼ。うわー、すごい、これもうシアタールームじゃないですか。これって前の大きさより大きくなってるんですか。前もこんなでかかったでしたっけ。あっちでね、マジですか。ここから見れるんですよね、プロジェクターでね。ほんで棚もこうつけられて、でこれがスタンディングバー、バーって勝手にバー言うてますけど、スタンディングというか、まあ、夜はこの座席があって、全然ここでお酒飲みながら、でここに物置いたり、なんかインスタでしたっけ、拝見してたらここにこう物を置いてで売るかもしれんみたいな。いや、だからまあ、もうここで立食立って、こうご飯も食べれるし、初めてあるんですよ。だから結構な人が食べれるんでしょ。机をいっぱい買うと後で邪魔なんですよ。机ってね、そうですね。だから結構そんな使えへんし、人が結局集まってくる時ってそんなないでしょ。だからもうこうしとけばここで何人かは立って食べれるんですよ。で、あとまあ例えばマルシェとか、そういうギャラリーとかで、ここに物を置いて展示して、で展示販売もいい。展示販売できる場所がね、あるって絶対ええと思いますね。ニーズも絶対あると思いますよ。商品ね、例えばこうカバンがこう出るとか、まあ、あるいは絵を売るとかね。お店で要はあるじゃない。並んでてこう値段タグがついてて、いいですね。できるじゃないですか。これしんちゃんなんですよ。どれですか。しんちゃんなんですよ。なんですか、しんちゃんって。ガジュマルのしんちゃんなんですけど。ガジュマルは知ってますよ。ほらお尻。ほんで前ゾウさん。これほんまや。それっぽいじゃないですか。これ偶然？うん。そう、しんちゃんって勝手に名前つけて。ガジュマルのしんちゃんです。で、本日はね、5月25日土曜日なんですけども、明日がねこの本番ということで、ファイブユニッツパフォーマンス5月26日。いよいよ明日ですね。明日でございますね。いよいよね。はい。中の会場今拝見していいですか。あ、どうぞ。今ちょっと妻が掃除機かけておりますが。もう奥様も今日お手伝いでですか。どうぞ来てくれて。草引きとか。あ、こんにちは。お疲れ様です。あら、えら短く髪切って似合ってます。ありがとうございます。はい。走ってる。言わんでもわかる。いやでもあれですね。座席は結局何人？全部でもうスタッフ込み込みで60。ああ。です。あと明日だから出演者が10組で、応援者は1組につき3名まで。やけどゼロの人もいるし、なるほど、1人の人もいるから、はい、一般席にさせてもらう。残りは一般席でして、でもうそれも決まってらっしゃって、ということで、完全座席指定ですので、急に横しになっても座る場所もございません。そうそう、もうこれだからアップするのは終わってからにしようかなと思って。あ、なるほど。はい、その方がもうもう終わってんやね。安心かなと思う。よかったわ。そう、今回はちゃんと司会進行と PA を分けると。そういうことです。司会進行はちゃんとね、そのプロにお願いいたしましたので。プロの方なんですか。そもそもそういうお仕事もされてた方で。なるほど。で、まあ他にも仕事もしてはる人で、でパンダモドキさんは基本的には PA に専念。あちらにも座っております。あれね、壁の向こうへずっとおります。まあとはいえながら、もちろん最初の進行の説明とか、もう終わりの表彰式は、代表取締役。そらそうですよね。はい、その時はまた、去年みたいな仮装をするかどうかは謎。謎って半笑いやん。する気満々やん。はい、ということで今日はね、ちょっと私は何も準備とか何もしないんですけど、はい、すいません、わがまま言って全泊させていただいて、明日の準備等々、撮影もさせていただきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、パンダモドキさん、この車私乗れんの、このちっちゃいの。ほんまですか。
ちょっとじゃあ一旦これどうやったっけのこれ。あこれこうか。これはあでも寝転がるような感じですね。ねえ。もうパツパツですよ。これもうカバン置く場もないもん。ちょっと待って。頑張って。ちょっと待って。頑張って。あ一応足入ったわ。入ったね。入った。入った。OKOK。あ大丈夫です。締めれました。いける。ちょっと待ってシートベルトします。あもういいから。はい大丈夫です。行くね。ちょっとこんなセーフ車。もう行こう。あでも全然ちゃうわ普段乗ってる車と。もう視界がもう低いから、うん、これだからあれでしょうね。迫力があるんでしょうね走行の時のね。だからね遅いでも速くはいスピード感がいやめっちゃスピード感あるやん。あるでしょ。今で40キロ。あなるほど。へえ。でこれがまたよう曲がるのよ。例えばこれミッションでしょ。うわちょっとちょっと待って曲がる。マジで。これまたよう曲がるのよ。ミッションがまず運転できんもん長いことしてないから。あでもミッションの免許でしょ。あまあまあそうですね。でさっきねパンダマロさんが言ったら私はこれ頭が出るんですよ。出るね。いやほんまこれ今ねギリなんですよ上。ほんまや。今僕入ってるよ。今締められたら私頭挟みますよ。いやほんまこれカーブすごいな。足本でよく食いついてますね下ね。もうすごいでしょ。これタイヤなんか変えてるんですか。これねそもそも、はあ、あのネオバっていうタイヤやねんけど、はあ、それがに合わせて作っとるみたいなもの。なるほどね、うん、高いのタイヤが、はあ、でいくらぐらいローテできへんのみんな同じ方向向いてて普通ね変えて変えて使いますもんね。で前後が違う大きさやから、はあはいはい、ローテできへんの、はい、向きが一緒 で4輪で、はあ、4本で10万よ1本2万5000円信じられないでしょ。いやパンダマルシさんね、まあ、今は YouTube 作ってらっしゃらないですけど、うん、以前 YouTube で動画配信してる時に、うん、この車でもしてませんでしたっけ。してたよ。あの時どうやって撮ってたんですか。ここにカメラをここに置くの。 GoPro 振ってきて。なるほど。中盤で、うん、はあ。助手席とかにこの辺に、ね、カメラつけてですよね。そう喋りながらでもね。いやちょっと迫力はちゃうわこれ。でも大してスピードは出てない。あのまあ視聴者の皆さんねあのテロップ書きませんけども、決してあの道路交通をちゃんと守ってますから。守ってますから。あのこの車もちゃんと車検通ってますから。ちゃんと分かります。はい、あの問題ございませんので。何の問題もそうそうそう、はい。フレッシュバザール。フレッシュバザールはこの10時まで高町で10時まで22時まで営業されてる。高町で最近、オープンしたお店なんて言うんでしたっけ。ナフコ。ナフコは何時ぐらいまで開いてるんですか。あ何時やろね。何時でしょうね。あ、ごめんね、行ったことないの。あ、そうですか。駐車場入って、はいはい、止めて、うん、ナフコできたでって写真撮って嫁さんに送っただけ。何ちゅう。私ね、あれオープンした日行ったんですよ。そうね、あのオープンした日だから高町古民館来た日。来た日ね。そうそうそう。はいはいはい、まああの時中ブラっとしただけでしたけど、はいはいはい、もうでもすごい人でしたよ。オープンの日ね。あちなみにこれでしたっけ今日あのここ足立さんの醤油醤油で今日あの頂戴したあれ何ですかブドウジュース。ブドウジュースあれめちゃくちゃうまかったですよ。美味しかったです。ていうか足立醤油さんでブドウジュース売ってんの。あのね、うん、あそこはあれ醤油だけではない、全国の、はい、いいものを集めて売ってはる中で。なるほどね。だから割と行ったら美味しいトマトケチャップとか。はいはいはい。めっちゃめちゃ美味しいの。じゃあ決して醤油だけ売ってるわけではないんですか。行くと結構いいものが売ってる。じゃあちょっと私今度いっぺん見に行こうかな。中実は一回も行ったことないんですよ。5時までなんで。あ、夕方17時までなんですね。承知しました。ぜひまた取材行きたいと思います。はい、まあ、この高町のこの道も何度走ったか私分かりません、ね。まあ、古民館大好きでついつい何回も来ちゃうんですよね。楽しい場所です。はい、ぜひね視聴者の皆さんも一度ね高町古民館お越しいただいてですね、イベントとかの告知は基本的にインスタですよね。インスタですね。はい、インスタしかしませんね。はい、なので皆さん、ね、あのぜひねパンダモノキさんご本人の、インスタグラムぜひご覧いただけたらと思いますんで。いやっていうか、いやあのやりすぎなんです多分ね。あのもう今日もあの撮らせていただいたんですけど、古民館ずっと進化してますから、常に変わってますんで、まあ、いや、それが忙しすぎて、多分 SNS がね、できる時間がなかなかないという、そんな感じかと思いますんで、はい、皆さん、ぜひね、古民館のこの方、パンダモノキさんです、素敵な方ですよ、本当に優しいですし、
まあ喋ってた本当楽しいです。いやいや、あの僕唯一自分の欠点を挙げるとすれば、うんうん、何性格は悪いことです。いやそんなことはない。性格は悪い、性格はもう最高です。、はい、あとまああえて何点挙げるとしたら酒飲みってことぐらい。酒飲むようなんですね。めちゃめちゃ飲む。でも僕は酒飲みも絶対に、うん、あの人に迷惑かけません。暴れたりそんなないですもんね。はいはい、あのシラフですね、はいはい、あのまあ、変わらないです。多少口がよう回る。あの、はい、時々言うとあかんこと言うけど、今晩も私じゃあお酒を飲めるかもしれない。飲めそうですか。そうですか。はい、じゃあということでぜひ皆さんね、古民家古民家よろしくお願いします。ありがとうございます。はいはい、いやほんまにこれミニ映画館じゃないですか。ちょっと将来的にはね、ちょっとあそこにあれ車高カーテンしてもらうよ。それとあとこっち側もここもカーテン引くし、なるほど、あの塔も変えるのよ。じゃあほんまに真っ暗な状態にできるようにする予定。おはようございます。本日2024年の5月の26日日曜日の朝ね、7時38分でございます。もうね設営ほぼ終了しまして、こんな感じでね、こちら飲食スペースになります。見てください、もうカフェでしょ、これカフェ。入り口はあそこになります。黒子になってるパンダマドキさん、おはようございます。おはようございます。いや、本当ね、まあこれはね、あのイベント終わってから発信なので黒子も許していただけるかなと。なのでお客様は、そうそう、こっから入ります。はい、こっから入りまして、こちらで受付をして、お名前とかね、はい、出演者どなたかの応援できているのかとかいうことを確認をさせていただきます。で、飲食スペースこちらであって、本日は13時からですね、5ミニッツパフォーマンスイベントということになります。すごいよね、これが古民家公民館という名前なんですけども、個人の施設ですね、私の施設の公民館でございます。で、ここがステージ、この向こうがステージですね。でピアノを使ったパフォーマンス大会ということになります。どんなイベントになるのでしょうか。それはこの後お楽しみ。